立正大学は、東京都品川区大崎4丁目2番16号に、本部を置く日本の私立大学である。1924年に設置された。大学の略称は、立正大、立正、理。鎌倉仏教の修士の一つ日蓮宗の修祖である、日蓮関東で初めて開かれた日蓮宗の、団林である、飯高団林の行動大学名称の由来となった。 立正安国論の関東立正大学は、1580年に設立された日蓮宗僧侶の教育機関、飯高団林を演言とする大学である。立正大学は、日蓮教学の一つ、すなわち立正の精神に学ぶことを、見学の理念とする。また、立正精神は次の三つの誓いに表されている。大学の名称は、日蓮の代表文書で、 文王元年7月16日に、時の最高権力者にして、全出権である、北条時寄に提出した、立正暗国論に由来する。日蓮が真の自教者として社会に貢献する生き方を実践できたのは、日本の柱、日本の岩木、日本の大船になるという、若き日の誓願に基づく、三つの誓いを立てたためで、あるということが、ザ在地の佐渡で表した。 開目章に表現されているとして、第16大学長の石橋丹山が、これを現代風に言い換えたものを、見学の精神としている。また、見学の精神に基づき、モラリストエキスパートを育むを、ブランドビジョンとして掲げており、この立証精神を体得し、時代に適応した知識と技術を収め、人類社会に寄与することを目標としている。 仏教学研究所の一つである、北ッ行文化研究所は、設立当初より、漢文は元より、インドやシルクロードなどのアジア諸地域で発見された、サンスクリット語やチベット語等の写本の研究において、世界的に最も有名な研究所の一つである。日蓮教学研究所では、日蓮研究の基本文献である、昭和定本、日蓮政治二文、 日連成人異文辞典の編纂をはじめその活動は、学会で高い評価を得ている。また、立正大学は、仏教系大学であるものの、歴史学、地理学、心理学の研究に定評があり、現在、大学院地球環境科学研究科は、文部科学省私立大学学術、研究高度化推進事業、オープンリサーチセンター整備事業に選定され、また、 大学研究高度化推進にキャリア形成支援が採択されている。近年は心理学の研究に力を入れており多くの臨床心理士を輩出している。2002年の心理学部開設と同時に発足した心理学研究所は主に臨床心理学、基礎、応用心理学、教育学、対人、社会心理学の3領域から心理学に関する幅広い研究、 調査、技術開発を行っている。熊谷キャンパスのある熊谷市周辺では、社会福祉学部の学生によって、ボランティア活動が盛んに行われている。また、社会福祉学科は、ソーシャルワークコースと教育福祉、社会デザインコースの2コースが設けられ多くの社会、福祉士、精神保健福祉士を輩出しており、子ども教育福祉学科は、 NPO 法人リトミック研究センターのリトミック指導資格認定指定校となっている。学風は自由活達な学風でありゼミやサークル活動も盛んである。カリキュラムの特色として4年間を通じて教養的科目と専門科目を並行して履修する並行履修制を採用している。また資格取得のための様々な対策講座や家庭などを設けており、 キャリアサポートセンターでは、キャリア開発プログラムとして、単位取得も可能な各種講座を開講し、さらに、職場体験型インターンシップを積極的に実施している。立正大学の名称、立正とは、日蓮が39歳の時に執筆した立正暗黒論に由来している。立正大学は、1580年に設立された、 日蓮宗僧侶の教育機関を延元とされている。1872年に近代教育機関として開学し、今日では学校法人立正大学学園の運営のもとに、旧学部16学科及び大学院7研究科を、要する総合大学として発展している。先術のように、立正大学は日蓮宗僧侶の教育機関飯高段林を延元とし、 1872年から存立する大学であり、宗教法人立証、厚生会とは無関係である。飯高寺に設置された立証大学発祥の地の石踏み1923年、当時の立証大学本館、品川キャンパス立証大学は、1580年に設立された日蓮宗僧侶の教育機関を延々とし、400年以上の歴史を有する大学である。 立証の名が含まれることからしばしば間違われるが、宗教法人立証、厚生会とは無関係であり、立証大学の前身である日蓮州大学林の方が先に開学している。1924年に大学令により、旧正大学として開学した。仏教学はもとより、心理学、歴史学、地理学の研究にも力を入れており、心理学部を 首都圏の大学で最初に設置し、私学科は日本の次第で最古の歴史を持つ。特に考古学は早くから仏教考古学の分野を開拓して、我が国の考古学会に独自の地位を占めている。地球環境科学部を国内で最初に立ち上げ、そこに属する地理学科は国内最古の歴史を持つ。平成29年5月1日現在交渉や、 スクールカラーの由来となった立花交渉立正大学の交渉は大学の立花が支えている。立花は日蓮が好んだ植物であって、その純白な花の香りや緑水の葉の輝きは本学が真実を求め正義を尊び和平を願って行楽に勤務人々の園であることを象徴するものである。スクールカラースクールカラーのグリーンは 立花が上緑であることに由来するもので、学園にみなぎる神聖の息吹と悠久の活力を表している。マスコットキャラクター立正大学の略称である、リは、ホームページやメールアドレスの一部に使われており、文字、言葉、響きがすでに立正大学に浸透し、馴染んでいることから、立書の、リと立正大学のブランドビジョンである、モラリストエキスパートを育むの、 モラリストをかけ、リスのマスコットキャラクターである、モラリスが誕生した。また、この、モラリスのネーミングは学生による投票で選ばれた、ものである。ビジュアルイメージニュージーランドの環境アーティスト、マーティンヒルが、自然の原則は、すべてが関係し循環している。と持続可能な循環型社会のあり方を、緑のイメージとして作った、グリーンディリーフサークルを立証大学の、 ビジュアルシンボルとして採用している。この作品は、立正大学が提唱する、人間、社会、地球の関係性を修復する、ケアロジーの精神と合致するものであり、モラリストエキスパートとして、世界的に活躍する、この作家の生き方も立正大学のビジョンに沿っている、ことから、ビジュアルシンボルとして採用し、広報展開を図っている。高科立正大学高科品川キャンパス。 熊谷キャンパス総座席数593席の石橋丹山記念行動軽食喫茶のトークパレットは中庭に面した一部の席がオープンカフェになっている品川キャンパスの学生広場特に記述のない研究家と専攻は修士課程、博士後期課程の両課程が設置されている。布設研究所2千二年の心理学部開設と同時に発足した心理学研究所は 主に臨床心理学、基礎、応用心理学、教育学、対人、社会心理学の3領域から、心理学に関する幅広い研究、調査、技術開発を促進し、社会に貢献することを目的としている。本研究所における研究は、単年度計画に基づく、個人研究と3年計画による共同研究の2種類があり研究助成を行っている。 個人研究では、若手研究員の申請を優先的に採用、助成し、最先端の研究の推進を図ってきた。他方、3年計画による共同研究では、臨床心理学、基礎、応用心理学、教育学、対人社会心理学の3領域をクロスオーバーする、ワークライフバロンスの国際的研究、イメージと行動などの共同研究を行っている。 また、社会的課題やニーズに応じた、被害者、被災者支援に関する研究、臨床心理職にとって望まれる技能の研究、近年の若者の対人関係特性の社会、心理学的研究などのテーマによる共同研究なども行っている。これら研究助成に加え、心理学研究所では研究発表や、心理学研究所企業の発行も行っている。 また解説から11年目を迎えた2012年度には、東洋大学21世紀、ヒューマンインタラクションリサーチセンター等と学術、研究に関する協定を結んだ。毎年多くの先端的な研究プロジェクトを実施していて、現代的な産業社会、企業経営の問題に対応すべく産業界との共同研究や海外研究者との共同研究等も、 積極的に進めている。研究所スタッフの研究成果は、立正大学産業経営研究所年報及び産業経営研究所総書を通じて発表され、高い評価を得ている。多くの経典の中でも特に重要なホッケ業の研究は、設立当初より研究所で行われ、漢文はもとよりインドやシルクロードなどのアジア諸地域で発見されたサンスクリット語や、 チベット語等の写本の研究では、世界的に最も有名な研究所の一つである。長年の研究の成果は、ボンブンホッケ業写本修正全12巻、ホッケ業関係機構資料修正データベースとして、刊行され、現在では、インド、チベット、中国、朝鮮半島、シルクロードといったアジア全域の仏教の研究を、総括して行っている。 日蓮教学研究の基本文献である昭和定本、日蓮聖人異文、日蓮聖人異文辞典の編纂をはじめその活動は学会で高い評価を得ている。図書館などが入居する総合学術情報センター、その他機関品川キャンパスと熊谷キャンパスにあり、それぞれ設置学部に関連する分野の資料を主に所蔵している。品川キャンパスにおいては人文系、 社会科学系資料を中心に、本学の長い歴史に裏付けられた充実した蔵書構成になっている。資料の中には貴重な仏教書も所蔵しており、特に日蓮宗関係資料は、津奈良的に収集している。また熊谷キャンパスにおいては、地理学のタイト、田中刑事博士より寄贈された資料を、田中刑事文庫として所蔵している。文庫には、江戸時代の和装本や、 戦前の地理学関係図書、古地図などの貴重な資料が数多くある。情報メディアセンターでは、新世代 ICT の拠点を目指し、様々なコンピュータ環境を必要とする、教育、研究分野において、最適な情報環境資源を供給し、高度情報化社会や、経済のグローバル化に対応する知識、問題解決能力を、習得可能な最新のハードウェア設備とソフトウェアを、 導入している学生は、オープン端末や、ネットカフェで、いつでも自由に、e- ラーニング教材等多様なソフトウェアを利用し、レポート作成、自学自習、情報収集、メール等が利用できる。閉鎖した、機関ケアロジー立証大学では、見学の精神に基づき、研究ビジョンを構築し、ケアロジーを提唱している。ケアロジーとは、人間、社会、 地球の関係性を一つのものとして捉え、学際的、複眼的なアプローチの下に関係性を修復する、視点のことである。家族や地域のつながりが希薄になり、環境破壊が進行している今だからこそ、人文、社会、自然の諸科学を融合して、人間の心と身体、社会、地球環境をめぐる問題に取り組み、豊かな人間社会を創造することを目指している。 私立大学学術研究高度化推進事業サイバーキャンパス整備事業産学館連携私立大学教育研究高度化推進事業学祭は毎年11月に立花祭り清掃祭が行われている立正大学には200を超えるクラブサークル団体が活動している昼間市コースでは特殊団体独立団体体育会文化団体連合会 研究会連合、学術研究団体、スポーツ愛好団体、文化学芸愛好団体、新木団体、夜間市コースでは、特殊団体、サークル協議会に分けられており、各団体において活発な活動を行っている。文化系サークルスポーツ、熊谷キャンパス内に位置するラグビー上立証大学は、以下の大学、研究機関と大学間協定、学部間協定、 学術交流協定を締結している。海外協定校大学コンソーシアム立ッ大学の付属学校ではなく別法人が設置する関係校及び関係機関に関しては本節にてまとめる。石橋丹山、日本のケインズとも称された石橋丹山は1952から68年の長期にわたり学長を務め、 ホッケ業の精神と学問の実践等を一体化する生き方を説いた。立正大学の総合大学科を目指し、見学の精神を分かりやすく具現化、当時解説されたばかりの経済学部の強化を図っている。また石橋は、生涯にわたり、自由主義と民主主義の観点に立ち、ジャーナリストとしても絶えず、時代をリードする顕筆を振るった。政治家としては年に、 第55代内閣総理大臣に就任し、日中、日ソ相互の国交回復のために自ら先頭に立ち、日本の外交士のみならず、世界平和のために足跡を残した。ありがとうございます。